あ、よろしくお願いします。もうだいぶ気づいたかと思うんですけど、ね、はい。株式会社スカイラーク永谷が帯広から愛ということで発表させていただきます。父さん、北海道の帯広ってところにスカイラークって会社があるらしいんです。明らかに普通の人間だ。恐る恐る玄関を開けてみるわけで、そこには恐ろしい光景が。でも慣れると普通に仕事ができるわけで、帯広といえばとにかく広いわけで、デートに使える喫茶店はあるけど、基本トラクターでいいじゃん。でも僕は免許を持っていない。会社の近くには競馬場があるんですが、ジョッキーが何乗ってない。こんな帯広が僕は好きです。まあ、スカイプには変なひよこのパールモンガーがいるようです。つまり僕の先輩ひよこなわけです。スカイラインと帯広が大好きな社長とパールが大好きなエンジニアに囲まれて、母さん、僕とホタルは元気に帯広で行ってます。はい、すいません、おまけですがスカイプでエンジニアを囲まれて、1万円を勝てる。マイナス20分耐えられる屈強な演者だった。